こんにちは、速稼塾の久保です。隠居の流儀をご覧いただきましてありがとうございました。お気づきの方もいると思いますけども、この隠居の流儀っていうのは数年前にまとめた動画を一般公開したものなんですよね。当時は速稼塾のビジネスクラスの最終回、速稼塾ファイナルっていうカリキュラムをやってまして、これがね69万円で販売していたんですけども、222日連続で、まあ、1時間ずつ毎日やる、そういう風な、ね、カリキュラムだったんですよね。そのカリキュラムの途中で、売り上げを上げたり、実際に利益を出していく仕組みを作ったり、弟子を取ったりってものが全て入っていたわけなんですよ。まあ、最高で月収1000万の生徒さんがね輩出されたりとか、まあ、今でもねその方は頑張ってらっしゃるので、いろんな YouTube でいろんなとこ出てるみたいですけどね、まあ、そういうのもあったりとか、まあ、少なくともね稼げなかった人はいないというコースでしたね。まあ、で今回、提供と感謝というテーマで動画の方をお届けしたいんですけども、そうですね、まあ見てもらった方がいいかなと思いますんで、早速行ってみましょうか。これもね今日は2017年の Facebook ライブでお届けした内容を YouTube にこうやって書き下ろしたものになります。この私の前振りは、これはね令和3年に撮ったんですけども、これから始まる動画はですね、2017年のライブ放送のものになります。ちょうどねライブ放送が3000回ぐらいを連続でやった頃のものだったかなと思いますよね。まあ千里の道も一歩というテーマでお話しています。で3年後の自分はどうなっているかなっていうことを、まあ私なりに話してるんですけども、3年後が私の今です、これですということなんで、当時にも増してですね、ビジネスは、当時はビジネスをやってたんですけども、今はビジネスをそんなにねやらなくてもやっていけるようになったということですかね。まあまあまあご覧ください。それでは画面切り替えます。はい、おはようございます。今日も速稼塾の久保がこのね火山一条からお金持ちになる2日目というメッセージをお届けします。まあこれは私が別にお金持ちだというわけではないんですけども、お金持ちになるためのルールっていうのはですね、やっぱ学んできたわけなんですよ。それで昨日はですね、何を言ったかと言いますと、あと1000日後の理想をつかむための1日目を早く歩み出しましょうということだったです。それで今日ですね、皆さんもですね、1000日後に何かを獲得するために今日から始めたものがありますかっていうことを毎日毎日この胸に刻んでほしいみたいなことを言いましたけどもね、確かに私昨日始めたことってのはあと999日やればいいかなってことになると思いますけども、いつかやろうと思いながら、結局多くのことをせずにですね、やらなかった結果、早く結果が出るものに頼るしかないっていうことになってくると思うんですよ。で、早く結果が出るものっていうのは、もう基本的にガセのものばっかりとかですね、いい加減のものばっかりなんで、私はそういうものではなくて、本当にコツコツと、すごくいい言葉があるんですけども、1000日をもって初日とし、1万日をもって極めんとすっていうね、これを何度も私は胸に刻むわけなんですよ。だから何かの成果が出るときって3年後だと思って、しかも3年後ってのもほっといて3年後ではなくて、毎日毎日積み重ねて3年経たなければならないのかなと思います。やっぱ店舗をやってても、状況を立て直すのには3年かかったり、で、お客さんをもう、なんですかね、固定客にするためには3年かかったりとかするわけなんですよね。やっぱ3年っていうのを1単位でやらないといけないかなと思います。それは石の上に3年って言って、結果が出ないことを3年続けましょうっていうことではないんですよ。日々力がついていることを感じるものとか、日々力をつけているものですよね。例えばダイエットをしていると毎日毎日体重を測ったり、鏡の前で姿を見るんですけども、確かなる変化を感じるわけですよ。で、毎日毎日続いていくと。自分の食事の変化とか睡眠時間の変化、これ全て変化なんですよ。これを一つの、例えばダイエットをするってところに集中した3年間を過ごしていく、そして3年後を覚悟した時に別に1000日かかんなかったりするわけですよね。まあでも我々はどちらかというと1000日後のために何か種をまくとかね、そういうことはあんまり好まないわけなんですよ。まあなぜなら種まきっていうのは本当に大変で地味な作業なんですけども、大きな収穫と言いますかね、今すぐに解決したい問題を、じゃあ3日種まきしたから花が咲いて刈り取れるんですかって言ったら、そんなことはなくてですね、やっぱり長い年月かかってしまうんですよ。これは農業をやってる方なんてのはよくわかると思うんですけども、種をまいたからといって収穫ってのは半年先とか、ことによっては数年先になってしまうわけですよね。でも種をまけば確実にそのうちの何かが実ってくるっていうのは信じれるからやると思うんですよ。で我々はですね、自分の能力に対して本当にこれが
後で力になってくるのかなって全然信じてないんですよね。今やってることが本当に、長い年月をかけて身になるのかなって全然信じてないと、まあ、そうなると目先のことに追われてしまうんですよ。で、我々が暮らしの中でですね、例えば20万円、給料をもらって、その20万円を消費するっていう生活を繰り返する限り、絶対に種まきなんてできないんですよね。種まき、いわゆる収穫のための能力をつけるためには、お金もかかれば、もう時間もかかるわけですよ。孫正義さんがですね、ソフトバンクをやった時に、ボーダフォンっていうのを買いましたよね、2兆円ぐらいで。で、ボーダフォン買って終わりかって言ったら、そんなことなくて、ボーダフォンを買った後に、時間とか、さらなるお金の投入とかを繰り返していって、今みたいになってるわけなんですよ。で、我々はそういう大きい規模でもないんで、一人でできることをね、やっぱりお金をかけてやって、しかもお金をかけた上に時間をかけるってことで、確実にその、植えた種がですね、育つように、お金とか肥料とかをかけていかないといけないんですよね。で、撒いた種に餌をやったりとか水をやったりとかメンテナンスを繰り返して、メンテナンスに当然お金がかかります。それを1000日繰り返してやっとそのうちのどれかが花が咲いてくれるとかってことになるんですけども、毎日ですねやってるかなってことなんですよ。まあネットビジネスで言えば、毎日記事を書いてますかとか、毎日動画を作ってますかとかね、毎日写真をたくさん撮ってますかとか、毎日、スキルアップのための学習をしてますか、一人の学習をしてますかってことにかかります。で、若干有利な立場の人っていうのは、基礎教育をちゃんとやってきた人ですね。小学校、中学校、高校とですね、基礎教育をきちんとしてきた人っていうのは、数学的な、ここのね、頭脳の使い方もできますし、まあなんせ言語を知ってるんで、人前で喋ることがすごくスラ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 いくわけなんですよ。で、あとは短い文章でたくさんの情報を伝えることも、やっぱ学校で教われたことなんでできるわけなんですよ。あと体力の問題がありますけども、私未だにラジオ体操とか柔軟体操とか、小学校、中学校で教わった通りにできるわけなんですよ。で、そういうことが結局体育をおろそかにした人はできなくなってるわけなんですよね。で、できないことをできるにするために、このやっぱり20とか30歳を超えてですね、場合によっては40歳とか50歳を超えて、また小学校、中学校でやったことをやり直すところから始めるんで時間がかかってしまうと。で、そんな時間をかけたくないっていうんで、応用編から入ろうとする、ノウハウから入ろうとするから結局結果が出ないわけなんですよね。そういう風になってしまうんで、いわゆる投資話とか、能力のいらない運試しのものとかになってきますけど、投資なんて一番能力いりますからね。まずは、私もいくつか投資に似た案件をやって、まあ、紹介してますけども、それを見極める目っていうのは、投資とかビジネス活動とか基礎をやり込んでいかないと、どれが理にかなっているのかって判断できないわけですよ。ですので私がですね、今最近、まあ、1.4 倍とかいうのをね、お勧めすることがあると思いますけども、あれが受け取れない人ってのもいるわけですよ。基礎教育がないんで。なんでそうなるのか全くわかんないとかね。だってよく考えてみてくださいよ。日本の金融機関ってありますけども、日本の金融機関の中だけでも金利差があるわけですよ。一番いいのが 0.5% の銀行金利っていうのがありますけども、そんなことほとんどの方が知らずに 0.01% ぐらいの、まあ、地銀とか中央銀行とか預けちゃってますよね。で、私だったらもう1点で 0.5% の底の金利ですよね。セルフうどん支店みたいなところがあるんですよ。さぬき銀行セルフうどん支店みたいな 0.5% ですよ。でもこんな銀行の名前聞いたことないと思うんですよ。ってことは、基礎的な知識を知らないから選択肢がないってことになってるんですよね。はい。で、もうちょっと視線を広げれば、日本の金融機関ですら預かったお金を海外の金融機関に預けて増やしてるわけなんですよ。ということは我々は日本の金融機関に中抜きをされるんではなくて、直接海外の金融機関に預ければいいじゃないですかって話なんですよ。せっかくグローバリズムが始まってるんで。で、そこで出てくるのが言語の壁ですよね。言葉がわかんない。外国は不安だっていう自分の無知さから、そこに投資することができなくて、結局お金が増えないと。マイナス金利の影響をもろに受ける日本国内の選択肢に、まあ、依存してしまうということなんですけども。だからね、世界中から情報を取っていくとか、先進国、日本が一番の先進国ではないですか。日本なんてすでに36番目かなんかですかね、先進国のうちでは。もちろん GDP 比ではないです。これはあらゆるものを総合してからなんですけども、そうなると日本っていうのは先進国の中でも遅れてる方だなっていう判断ができるわけですよ。だから特に金融に関しては日本なんて全然遅れてますからね。ということは、金融で優れてるマンハッタンとか、アメリカですよね。アメリカとかね、急増してるシンガポールとか、ああいうところの金融情報。それから、オフショアに関しては沖縄じゃない、香港ですよね。香港なんてのは、ケンタラさんおはようございます。岡山ヒルズも発信してくださいね。まあ、香港ってのは、まあ、一番税制面では有利なわけですよ。17% だったかな。うん。
17% しか税金がかからない。日本は実効税率で大体 45% から 50% からいきますから、まあ場合によっては 55% なんですよ。要するに、企業活動しっかりやってきて、じゃあ100万円売り上げが上がりました、その55万円は国に納めないといけないんですよね。で、バカらしくてやってられないわけですよ。だから、パナマ文書とかオフショアとかって問題ありますけども、あれは知恵のある人が先行してやってるだけであって、そういうことを知らずに、ぼーっと企業活動とか、サラリーマンとかね、申し訳ないですけども、何にも外のことがわかんないままやっていってしまうと、ずるいっていう発想になるんですけど、ずるくないんですよ。だって、法で禁止されてるわけでもないですし、やればいいことなんで、すぐやればいいんですよね。ただ、我々が、やっぱ害悪を感じてるのは、特にお勤めの方なんてそうなんですけども、まあ、うまい具合にですね、自分のストレスを発散する場所を、まあ、仕組まれてるというか、作られてるわけなんですよ。うん、例えば、週休2日があって、ストレスは溜まるんだけど、休みがあるから頑張ろうって気持ちにさせられてるとかね。で、たまに、まあ、街を歩けば、なんかね、綺麗な女性が歩いていて、そういうキャバクラみたいなところがあって、ストレスが発散できたりとか、あとはなんか最近もありますけども、カープみたいなね、スポーツも用意されていて、そこに対して、喜びを持ったりとかですね、文句を言ったりとかっていうので、ストレスが発散されてるんで、まあ、いやいやな仕事にも続けちゃうっていうことになってます。でもね、よく考えてみてほしいんですけども、そんなね、自分のストレスを発散することを優先していって、ラットレースから抜け出せないわけですよ。だから自分のストレスとか体調とかを無視して、目的だけ、千日後の、自分を掴むためだけに毎日送っていったら、それは早く一抜けたになりますよね。で、自由な時間と自由なお金、それから何者にも拘束されない時間を持った時に、それはカープに行こうがですね、映画に行こうが、キャバクラに行こうが自由にすればいいと思うんですよ。で、そこまでは能力がない、何もつかめてない人は我慢しないといけないんですよね。で、我慢できないってことはずっとその暮らしが続くってことなんですよ。それを受け入れるしかないんですよ。だからお金持ちになるための2日目として重要なメッセージはここなんですよ。自分の痛みに鈍感になる。要するに自分のストレスを無視していけってことなんですよね。で、喜びの発信ばかりをしていくんですよ。そうするとファンがつきますんで、そのファンの方っていうのはいわゆる見込み客になっていくわけなんですよ。それ以外はないんですよ。でも大抵の方が、どっかの誰かわかんないけど、よく知らない人が高い商品買ってくれればいいのになと、心も痛まないのになっていうふうになってしまうんですよ。うん。で、なってないですかと。だったら、なってないっていう方はですね、まず、お父さんお母さんとかに商品売ってみてくださいって話なんですよ。10万とか20万の自分で作った商品を。うん。売れないですよね。私はもう売るわけですよ。売って買ってもらうわけですよ。というのが、身内が一番物を買ってくれると思ってるんでね。だからそこの視点が非常に大事です。これも基礎力なんですよ。信頼関係を作った人に対して、自分の大切な商品を届けてあげるってことなんですよね。もちろん、押し売りとかはいけないですよ。でも、一番信頼関係がある人が何を求めてるのかっていうの分かるわけじゃないですか。じゃあその求めてたものを作って、はいどうぞっていうふうに紹介してあげれば商売成立ですよね。で、そうではなくて、自分の持った商品が利益が取れるから、自分の生活費が賄えるからっていうんで、誰か買ってくんないかなっていうふうな赤の他人に売りに行くとかね、信頼関係作ってない人がたまたまぼんやりとしてノリで買ってくんないかなみたいな発想になっちゃうんですよ。だからそういうところが、まあ、まずはですね、ビジネスのスタートとしては提供と感謝が全くなってないなってことなんですよね。で、我々は、常に提供と感謝を、結局人と人、そうですね、西井さん、結局人と人なんですよ。うん、ですから誰のためになら、尽くせるかと。そこにはもうなんか、いわゆるね、騙されたとか詐欺はないんですよ。だ自分の全てをさらけ出して、この人に届けようと思ってるわけですから。で、そう思わないんだったら、やっぱり、お金を払うべきでもないし、まあ、こうやったら話も聞くべきではないんですよ。なんか、こいつ怪しいこと言ってるなと思ったら、すぐに動画をシャットダウンして出ていく自由があるんですけども、文句を言いたいがために、上げ押しを取りたいがためにですね、ずっと見てる人もいるわけですよ。まあまあ、そういう人もね、気分がどんどん変わってくるんでいいんですけども、で、今日はね、皆さんにお伝えしたいのは、生活のストレスを発散することを優先しないということなんですよね。生活のストレスを発散する。例えば、生活のストレスがあるから、ちょっとたまには野球見に行って愚さばらしするかと思ったら、野球のチケットが10倍ぐらいの値段になってるわけじゃないですか。そうなったら、チケットを入手するにも時間とお金を使って、球場に向かって応援しようと思っても時間とお金使って、で、帰った時にはヘトヘトになって、コテンと出てしまうと。私はそんな時間があるんだったら、自分の脳を高めるために、1000日分の1日を送るために使った方がすごい有益だと思うんですよ。私ね、努力と言いますか、何かを一生懸命積み重ねてる時って、あ、絶対これ身になるなと思うんで、ワクワクするわけですよね。でも、現実が見えるんですよ、将来の現実が。あ、これで会社勤めから追われるとかね、
これで、自分のビジネスを持てるとか、これで、まあ、いわゆるお金がどんどん入ってくるとか、これで多くの人を喜ばせてあげることができるというふうな現実が見えてくるわけなんですよ。あ、太田さん、いつもおはようございます。あ、見られてますね。太田さんのあのスクリーンショットというか、この画像、かっこいいですね、なんか。政治家さんというか、なんかの、ほんと、IT 企業の社長みたいな感じで、結構ね、なんか、いい方なんだなと思いますけどね。あ、安武さんもおはようございます。昨日も深夜まで放送を見てくださってありがとうございます。こうやって今日もね、朝のぼやきと言いますか放送しております。これはですね、今二元中継といって、こっちでライブ放送して、こっちで YouTube 動画を撮ってるわけなんですよ。だから、あのライブ放送を見損ねた方はこう YouTube でね、見ていただければいいかなという形になってますけども、おはようございます、改めまして。安武さんね、カメラの、まあ、プロフェッショナルカメラの中古販売のね、プロですから、ぜひですね、大内さんのランチ会に行くことをお勧めします。あそこでですね、名刺交換していただいて、まあカメラのね、ニーズってのは高いですから、本当にフラッシュ安く手に入りませんかって方いると思うんですよ。あと部品がなくなっちゃったんでキャップくださいみたいな。で、そういうところから安崎さん信頼関係作っていただければいいかなと思います。今日もですね、こういった朝の放送をお届けしたんですけども、まあそろそろ、あ、自由な時間を手に入れましたからね。そうですね、安崎さんもそうなんですけども、あの、もう繰り返しますけど、私もね、あの、助成金とか補助金とか、なんか、人にお金をもらったり、もう、あれですよね、年金もそうなんですけども、国とか誰かに努力の対価なくお金をもらう体制っていうのはすごくね、もう、採用できないというかね、もうなんかその、虫唾が走るぐらいの思いがするんですよ。うん、これはね、あの、広島活性化事務局の米田さんも同じ気持ちなんですけども、人からお金をもらって何か暮らしてるとか、まあ、しょうがない人はいると思うんですよ。しょうがない人はね。うん、まあでもなんかそう、できることがあるんだったらみんなでやっていっていただければ、この国はもっと良くなるかなと思うんですよ。安武さん素晴らしいです。ただ安武さんと西江さんもちょっとね、コンタクト取っていただいてもいいと思います。で、我々が何をもって、一人前っていうか自立した人生がスタートしたかと見ると、私は4点に絞ってるんですよ。まずは時間の自由と、次がお金の自由と、次がですね、何者にも拘束されてない自由、最後は社会的なバッシングを受けてない精神的な自由ですね。この4つが揃った時に我々は自分の人生が始まるんじゃないかなと思います。でも大抵の方は、あの、やりたくもない仕事をお金のためにやるっていうところで、もうすでに1個目でつまずいちゃってるわけなんですよね。で、2つ目はお金が入るようになっても今度全然時間がないよっていうね。働いてお金は作ったんだけども、1日15、6時間働いて月給が50万ですと。確かにお金はあるんだけども、自分を高めるために、次に1000日後の1日に作るための時間がないみたいなね。やっぱ時間は、あの、稼げば稼ぐほど時間が暇になっていく状況を作らなければならないかなと思います。で、次はですね、組織に属してないと言いますか、何者にもこう支配されてない自由ですね。これは個人に支配されてもいけないんですよ。一時期はしょうがないんですけども、だから何かの、なんか、なんですかね、誰かの制約を受けているとかね、誰かに監視されているとか、そういうことではいけない。誰かを遠慮してるとか。だから私なんてこれ動画を撮るときってのは全然遠慮してないわけですよ。誰かに見られたらやばいとか思ってないですしね。自分がビジネスをするときに反対者がいるみたいな不安要素が最初からないわけですよ。で、最後は社会的なバッシングがあるかないかです。あの、要するに、いい加減なことをやっちゃうと、もうこうやって顔も出せないし、社会からのバッシングを恐れて、人前に出て何かを喋るってこともね、できなくなっちゃうわけですよ。うん、だから、あの、ネットビジネス系のセミナー講師の方っていうのは、一瞬出て行っちゃうもうやめちゃうわけなんですよね。で、私は毎日毎日やってきて、もう3年以上こうやって毎日のように顔を出しながら、人前で講演をしながらですね、3年以上、4年、3年半とか過ごしてますけども、もうどこに行っても堂々ですよね。あの、私は自分がすごいだろうっていう意味じゃないんですよ。あの、後ろ暗いことを全くやってこなかったんで、はい、玉の腰より、あ、自分が稼ぐ。そうですね。その通りでございます。自力で稼いでる。要するにね、玉の腰がいいように見えるんですけども、その、自分を食わしてくれてる人、要するにパートナーに対して引け目が出ちゃうんですよ、ずっと。そういう意味では精神的に支配されてる状況になります。天下つけれない。うん。お、天下つけれない、うん、天下つけれないどういうことなんですか、これ。天下つけれない、あ、点がつけれないですね。そう、濁点がつけにくいですよね。これ濁点はね、キーボードのなんかどっか濁点はあるんですよ。まだね、お伝えしますけどね。あ、安原くんに聞いてもらったらいいと思いますよ。新垣安原に。うん、
で、私たちがお金持ちになるために、やらなければならないのは、1000日後の1日目をいつ始めるか、今日始めようって決めないといけないんですよね。それを繰り返して申し上げるのと、あと、今日2日目なんで大事なことをお伝えしたのは、自分のストレスを解消するために、1000日分の1日に使うべき時間を使ってはならないってことなんですよ。だからね、私なんて、客観的に見たらすごいつまんない人間なんですよ。趣味もない。映画に行くわけでもない。そんなね、ブランド物を欲しがるわけでもなくて、ドライブなんての時間の無駄だと思ってますからやらないですし、何なんだろうなと思いますよ。皆さんおはようございます。で、自分のストレスを解消するための時間を一日のうちにどこにも持ってないんですよ。で、言ってみれば私、ストレスがないように見えますけど、ストレスを無視してるだけなんですよね。多分なんかあるはずなんですよ。私も感じるべきストレスが。でもそこに、うわ、これストレスだなと思った瞬間に、それが尾を引いて、そのストレスを解消するために、自分に言い訳をして、自分にご褒美をあげなくちゃってなっちゃうわけなんですよ。だから自分のストレスは無視なんですよね。1ミリもストレスを感じないです。で、トラブルを持ってきそうな人がいたら、縁を切るか、もしくはそのトラブルを、一瞬で解決するようにしていきますよね。うん。僕も趣味ないです。うん、いいですよね。だから、趣味がないっていうのは素晴らしいことなんです。それで、精神的、時間的豊かさを手に入れた後に、趣味っていうのは出てきますから。で、私は今、時間がすごくできたんで、趣味といいますかね、山登りをするとかね、うん、盆栽とかね、庭いじりとかっていうのが、すごく豊かなんですよ。なんか、いい時間流れてるなと思うんですよ。それが趣味といえば趣味なのかなと思いますけども、これストレスを発散するためではなくて、より快適な自分を作るためにやってるわけなんですよね。皆さんおはようございます。ですんで、ストレスを解消する時間は全くないんですけども、自分の人生をより良いものに構築するための時間を持ってるかなと思います。で、それが、だから1000日分の1日なんですよね。うん、で、私は千日をもって初日とし、万日をもって極めんとすみたいな言葉を、やっぱりね、いただいたのは、いただいたこれ、まあ作ったんですけども、多分誰かがね、こういうことを昔の人も言ってると思うんですよ。うん、千年、後世がを待つみたいなね。うん、そんな言葉、ちょっと違うか、これ、例えが。まあ、基礎教育を受けてると、いろんなことわざからね、学ぶものがあるんで、すごく有利です。例えばね、今昔物語っていうのをしっかり読んでる人っていうのは、中学校で読んでる人っていうのは、今昔物語の中に、わらしべ長者っていう話があって、それにビジネスの成功者の全てが当てはまってるってことが、もう、10代の頃に身につくわけなんですよね。で、そういうこととかも大事ですし、あとは、三国志とかもそうですよね。三国志ってのを知ってれば、どういう風に戦いに勝つべきかってのも分かっていけるわけなんですよ。で、あと基礎教育の中で大事なのが、まあ、数学ですよね。すべての現象を公式化して、モデル化して理解することによって、新しい現象が起きた時に結果がすぐに分かっていくんですよ。だから千日後の、まだ何も、誰からも見えてないものが自分だけには見えるって状況が始まっていきます。情報収集をたくさんする中で、その情報が何を生み出すかってことが、数学をきちんとやってれば見えてくるわけなんですよ。若いうちに遊びたくなる、遊びまくると興味なくなります。笑い。はい。若いうちに遊びまくるとね、そうですね。若いうちに遊びまくると興味がなくなるかもしれませんね。だからね、やっぱり若いうちにパラオに行ったりとかですね、サイパン行ったりとか、ハワイに行ったり、カジノをしたりとか、マカオに行ったり、香港とか、オーストラリアに行ったりすると、外国に行くって興味はますます出ますね、これはね。これはますます。まあなんか遊びの種類にもよるんじゃないかなと思いますよね。幼い頃にやったことってのはもう結構今はそんなに一生懸命やらずに飽きちゃってるかなと思いますし、まあ私もですね、いわゆるお酒を飲みに行くレジャーっていうのは、まあ大体30代で終わらせてしまったんで、今あんまり行く気がしないかなというところですけども、やっぱね、飽きてしまうっていうかね、どうでもいいやっていうふうな、要するに遊びに、まあ、すれていくというか慣れていくかと言いますと、そういうのはありますよね。うん、ただやっぱり、お金と時間の自由が手に入った時に遊びのグレードがちょっと変わってくるっていうところがあります。まだ私も経験してないような遊びがいっぱいあって、例えばカジキのマグロを釣りに行きたいなとか思うわけですよ。うん、でもこの経験ほとんどの人してないですよね。うん、あとは自動車のレースで、スクールバス、黄色いスクールバスがあるんですけども、それでレースをするっていうのもアメリカにあって、それもやってみたいかなと思うんですよ。うん。その辺でちょろちょろ走るようなね、マイカーレースとか全く走り屋みたいな興味がなくて、どっちかっていうと、この、なんかトラックですよね。トレーラーの、牽引車だけでやるレースとかもあるんですよ。タイヤがなんかものすごいバカでかくて、
すごいド迫力なやつです。で、車が壊れるまでやるみたいな、とても危険なんですけども、ああいうのを見に行ったりとかやってみたいなと思っちゃったりしますよね。でもやっぱりそれを先にやっちゃうと、あとはそれを楽しんだためのダメージが残るわけですよ。だからそうではなくて、まずは時間とお金の自由を手に入れて、何者にも支配されないような自分を手に入れて、社会的なバッシングからも逃れて、この4点を手に入れた時に、もうあらゆるものが自分のペースで好きにやっていけるのかなと思いますよね。はい、今日はね、朝からまた番組をお送りしてしまいましたけども、私もそろそろね、修行がありますんで、稽古がありますんで、そちらの方に行ってきます。また明日お金持ちになる3日目っていうのをね、お届けできるかと思いますんで、明日もね、この画面の中に、お会いできればと思います。本日もありがとうございました。あ、ちなみにですね、お話の中で言った、あの資金が10ヶ月以内に 1.4 倍になるみたいなね、やつね、私がずっと運用してるやつなんですけども、それご関心ある方はメッセージいただいたら、あの資料をお送りしますんで、参加されたらいいと思いますよ。10万円が、14万かな、ちょっともう今利率が今月から下がったのかな、10万円が放置で13万円になりますんで、もう何もしなくていいですから、で、追加資金も全くいらないんで、すごい楽だと思います。100万円ある方は100万円預けてね、130万円にすればいいと思いますんで、ご関心のある方はまたメッセージの方を寄せてください。今日は、以上でございます。ありがとうございました。